これあの恐怖の現場の新島編がありましたよねその時の話なんですよ実は新島でのこの撮影取材終わりましてね検証しましてで私あのスタッフの皆さんよりも1日2日遅れて帰ったんですよねちょっとまとめたいこともあったもんですからでその帰りなんですがねこの宿のおかみさんが稲川さんに見てもらいたいところがあるんですよ。 でどういうことかって聞いたらばどうもその自分の今作ってる家にいるらしいんだって言うんです、ね、話によるとまあこのおかみさんと旦那さんねまもなくして引退するんで、まあ、釣り船のお宿をやってるんですがね長男に任せるんで自分たちは隠居、まあ、用の家を今建ててるんだって言うんです、ね、ところがこれどうも出るようなんだってんですよ。それはねあの仲のいい美容院を経営しているその女性なんですがこの人が。 あのー、美容院の,その建物を建て替えるんで、まあ、しばしの間どっかのアパート借りようかなでも物も多いし大変だからどうしようって言ってる時にそれ聞いたもんだから「あらだったらあんたうち使ってよ今建ってるとこだしもう使えるから」っんで「いいの?」と「あいいから」「悪いわね」って言うんでその建ててるその家に行ったんだそうですがね3日おとしたらこの美容院をしてらっしゃるね方がおかみさんのところに来て「悪いけどあんたねあそこ住めないよ」って言ったんで。 あそこ住めないおかしなこと言うなと思ったら出るって言うんだそうですよちょっと何どういうことって聞いたらば夜なんですがね休もうかと思ってねこれ二階屋なんですが上にもいくつも部屋があるんですよで下にもいくつも部屋があるでそんな状況でさあ休もうかってん旦那さんうんえ何おう上指された音がしてるんだ二階で夫婦二人しかいないのにトン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  誰か走り回ってるぞおいってえどうも子供のようなんですねそのうちにその声がした叫ぶような声だったり笑うような声がしたんでおいなんだおい何やるんだ突然にこれ生きてる人間じゃないと思ったんですよ二人が待ってたらば階段降りてきた足音が行くなよ行くなで旦那さんが言うし自分も声がら黙ってジーッとしていたら襖の向こう廊下をトン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 ト走りなが去ってったんですよ いやだあんたちょっとこれ怖いよ」って言うんでその部屋借りるのをねやめたって言うんですよね。いやおかみさんねあまり気持ちのいいもんじゃないですよね。自分のこれから住もうかというその家に幽霊が出るって言うんですから。まあ、そんな時にまたねこのご長男の方なんですが家を今ちょっと立て直しするんで、ね、え悪いからさあっちの家ちょっと住ませてよって言うから「いいよ」でそのご長男は奥さんとお子さんとで入ったわけですよねその家に。 三日ほど経ったらね、同じように。奥袋さ、あの家住めないぞって言ったんですよ。本当何言うのっ,て言ったら、いや、あそこまずいぞ。って話聞いたらば、やっぱり奥さん、お子さんと。一階にいて、あれこれ喋ってる時に、旦那さん、ふっと思った。ご長男が、ふっと。上で、落としてるっつんですよ。とん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 おい、だかいるぞ、おい。走り回ってるっつんですよね。そのうち笑い声かけた。もう奥さん、だめだ。うう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 。目玉あっちゃった。出るな。だから、ーっと来てると。 階段を降りてきて笑いながらファーッと走ってったとね廊下を様子だとどうも相手二人らしいんですよねこれがね稲川さん気になってねって言うんですよで実を言うと話してくれたんですがねそのあの要するに昔のねまあ旧海軍のあの弾薬庫があったところなんだそうですよでその地域って長いことずっと空いてたんですね空き地になってた で昔ですからねレンガで持ってコンクリートで固めたその立派な弾薬庫があってそこへその小学校5年生の男の子これ地元の子なんですがあの遊び来たようなんですよね中潜り込んで,でちょくちょく来ていたようなんですがある時中で爆発起こしちゃったこれはもうね島中に音が届いだったんですよバカーンとで2人が入ったってことは分かったんで探したんですがとうとう死体は見つからなかったそうなんですよねおそらくきっと その子供たちじゃないだろうかって言うんですよで私ちょうど帰るとこだったんだけど付き合って行ったんですよねそうしましたらね周りにあの大手のあの電力会社の重役さんの家だとかねあるんですよ別荘がでも誰も住んでないんですよ稲川さんここ誰も住んでないんですって言うんですよねどうやらみんな怖くて住めないらしいんだで私ねあ分かりましたともう今日時間がないから あの子供ってちょっとお参りしてでまたあのお邪魔に上がりますよって,ってそうですか?」とまたお邪魔に上がりますよ」って言って手を合わせてねで祈ったんですよでまた来るからということででそのまま私あの撮影現場入ったんですよちょうど私あの夏の深夜テレビで放映されますね恐怖作品の脚本監督やってたんですよねその頃で入った場所が静岡なんですよこれは簡単です船で行けば行けるんですから静岡で,でちょうどあの富士山の麓だったんですよね 原生林があるんだでこの原生林なんですが面白いのは我々がね借りた建物というのは向こうに大きなゴルフ場があってそのゴルフ場の包囲を収める要するにあの鬼門だとかいろいろありますよねそういう時はどうするかというとシンメトリーのうち左右対称の建物なんか建てるわけですよ人が住むわけじゃない要するにそういう建物を作って要するにあのこっちへ来ないでくださいねお願いしますねっていうまあ一つのねあの昔からの習わしというかなですから無人なんですよね。 で、前にも撮影で使ったことがあるって言うんで、まあ、貸してもらったんですよ雨がさーと降っての小雨なんですがねで撮影入ったんですよあれと子供の声がしてんですよねふたちょっと待ってちょっと待ってって言ってるん,んですよ助監の方がどうしたったら「監督」って飛んできて「ダメですあの子供の声入っちゃってるんですよ」って「子供の声って子供いないよね」ねいや実は私も聞こえて」っったら音声さんが「あのね子供の声してますよ」って言う嫌だねしょうがないねちょっと」 でもこの雨の中入れ替したんだってそう言え家ないんですからそこ原生林ですからねでそこへ何人もで行ったわけですよおいおいやってるんですよ返事もないし誰もいない誰もいないんですよねってさすがにちょっと気持ち悪かったなでそんなことがあって雨がやんだんですよねで今度もう夕暮れ時になってきてで夜のシーンなんですがそこで撮ったのはこれ実はこの話のテーマというのはね 殺人鬼なんですよこの男が穴を掘って女性の死体を埋めるんですがねなぜこの場所を選んだかというと原生林もそうなんですがね雰囲気もいいんですが土がねよしの富士のほら噴火でできたあの土ですからザラザラしてるんですよ粒が。で掘るたびにザッザッザッいい音がするんだ。である程度穴掘ってきたかった。でそのロケ班できた時にここら辺にしようかなって言ったんですがいざロケ行った時にはだいぶ緑がこう伸びていて。 いいい具合に空いてると違ったんですよなんでここだけ開いてるんだろうこれはいいカメラで狙うのにいいしいろいろとねライン引きますからねだからこれいいねあんまりオーケー入りたくないわけだからこれいいねここにしようで業者の人にお願いして穴掘ってもらったあの小さなユンボーってやつでねガーン掘ってただいぶ掘れてきてああもうすぐ撮影できるなと思ったらばこの業者の人がふっとやめてじーっとねこう地面眺めてるんですよ掘った穴を。で私とにとて 監督さんこれれまずいかな「あっんか調子悪いですか?」って「いやそうじゃないんだ」ここね埋め直した跡がある」って言うんですよこんな場所普通埋め直さないからこれもしかすると掘ってう,うちに誰か出てくるんじゃないかなって思ったんですよこれドキッとしたそんなところでちょうど制作のスタッフが何人から飛んできたんですよ監督ってきたんですよねっていうのは次のシーンがこの原生林の中の自転車で持って2台走るシーンなんですよ でそれだけの道ができているから原生林の中からその原生林の中の道を走る自転車を取ってほしいと木越してね取ってほしいとでそこにちょっとレールを敷いてって話だったんですよでその場所を決めるんで彼ら言ってたわけだそしたら来て「監督今ちょっとねまずいもんがあったって何だ?」って聞いたらば道に要するに今、まあ、これ自然にできた道ですからあの本当の道じゃないんですよ細い道でそれが見える場所をずっと選んでたらばあれその木のね あれっっってててんんですすかかね穴が開いてますよ、ね、この辺りりぽとなんか入ってる色が見えたんであれ何だろうって言ったらばその女性の服の上下だったって言うんですよしっかり丸めて入れたらこの原生林の中で女性の服の上下ねぐっと丸めて入れたらってこれなんかまずいんじゃないですかねって言うんですよ青い顔してるんだ今ここで業者の人がですよこの穴掘ったらなんか出てくるんじゃないか言ってるところで「 その女性のクの上下がその突っ込んであったんですよ。これまずいな話になりましたね。でどうしようと撮影時間ありませんしね。で徐貫に言ったら監督このまま掘っちゃいましょうとて。よそれ掘るのは構わないけどあとじゃあ死体出たらどうする？やっぱ警察行かなきゃなんないしって言ったらば徐貫が普通の顔でねいや死体が出たら埋めちゃいましょうって言ったんだよね。これにはびっくりしたな違う意味でまあそんなことがあって無事撮影も済んだんですよ。 で夜中回って帰ってきてただこのねあのー、宿なんですが、まあ、季節ということもあって止まってんのがですねあの我々だけだったんですよね4階建てだったかな、まあ、鉄筋のねコンクリートので1階で、まあ、うちのスタッフがうどんこさえたりから長いビール出してくれたりなんかしたんでみんなそれでグーってやってから「じゃあおやすみ」って入る私だけ3階なんですよねみんな一1階か2階なんだ 廊下に面した部屋なんですが大して広い部屋じゃないんですよ。さあ寝ようと思ってね寝たんですがねなんだか息苦しいんだ。でドア開けたんですよねファンと。廊下があるだけもう向こうの壁が見えてんですよ。で転んた。でもドア開けただけでもなんだかこう空気がね流れて少しはいいんですよ。とそのうちなんか変だなぁと思った空気がどうもおかしいんですよね。疲れちゃいるんですがなんか眠れないんだうーっとしてる。 でふーっと眠りに入ったその時なんですがねあれと思ったんですよ寝てるのか起きてるかわからないんですがトン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 足音がしてるんですよ何だろうドアを開けてるその正面にずーっと廊下があるんですよそこ廊下なんかないんですよ本当は壁なんだでもふっと見たら廊下なんですよ向こうから子供が走ってくるんだ男の子がこっちへ向かってトン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 くるんだだん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 あの子何走ってんだろうと思った マフラーが巻いてるんですよふわーっとそれこう揺れてるんだ。だん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 くるんですよ。ふーっと思った瞬間にふっと消えてようなったんで「えっ?」もう一回よく見たら壁なんですよね。おちょっと待って今自分は寝てたんだろうか起きてたんだろうか。これおかしいなと思ったんでその時とっさにね自分の手帳と財布とからこの台本ねこの恐怖作品の台本これ重ねたんですよ。明日起きて これがこの状態であれば、これ夢じゃない。明日起きて、こうでなければこれも夢だったんだなと。あもっともさん覚えてるかどうかわからないんですが、そうしたんですよ。うんって言ったんですよね。目はつぶっているんだから眠れないんですよ。どれほど時間が経ったのかな。カッチコッチ、カッチコッチ、カッチコッチ、カッチコッチ。時計の音がするんですよ。シーンとしたんだ。ああ、時計が鳴ってるな。カッチコッチ。 なんだかねそれがこう気になっちゃうねうるさいなあと思って見たら部屋に時計なんかないんですよで私の目覚ましなんですがそんな音しないですからねあれじゃあこれどこで鳴ってるんだろうと思ったの頭の先なんですよねあっちこ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 っち見たんですよ何にもないあるのはカーテンなんですよグレーのカーテンそのグレーのカーテンの向こうにサッチの扉があってそのサッチのね ガラスなんですが、その向こうはよっしゃあのテラスになってるんですよ。少しベランダですよね。小さいベランダ。でも聞こえるのそっちなんですよ。え？おかしいと思った。でその時はハッと気がついた。これね、機械の音じゃないですよ。人の声なんだ。こっち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 。それも子供の声なんですよ。なんで子供の声がするんだと思ったの。これ夢なのかなと思ってひ拾ってみたらやっぱり。 台本があって財布があって手帳があるんですよ夢じゃないしで見るとねこの灰色のカーテン下がってますがね下がこうふーっとこうね横にほらずれてるんでこう三角形に隙間ができてガラスと見えてんですよでそのガラスの向こうは闇なんですよね音してるよなと思ってハッと思ったの音がだん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 近づいてきたんですよカッチコッカチコッチその時にうんどすぞやめたんだえと思ったカッチコッチ 何運動靴は。でもそのベランダ小さなベランダですよ出れるわけないいるわけがないんですよだってそこへ行くには私の部屋からしか行けないんだからこんな狭いんだからでも私しかいない部屋ですからねなんでこの子いるんだろうとだんだんだん,だんだん,だ,んだんだん近づく。それがちょうどカーテンがスルッと開いてる要するに隙間が少し開いてるその下の三角形になっろか見えてくるんですよグーッとくるんでこっちも気になってこれおかしいと思ったんだけど じーっと見てたんですよねうーんと近づいてきたら向こうがのぞいてきたんですがふーっと中をカーテンが開いている私がゴローンと寝返ってこうやって見てるとそこへぐーっと近かった逆さの顔がぐーっと近かった瞬間にふーっとっ顔には違いないんですがそれ完全に頭からこう折れてるでぶるさがってんですよねー意識なくなりましたよ。 で翌朝見たんですがね、人の形跡ないんですよね。でも確かに私は見たし、カーテン下の方向開いてるんですよ。なんだろう、あの撮影中の子供の声といい、こんなのカッチコッチカッチコってこれもなんだろうなおかしいなと思って、絶対何かあるよなと思ったんですよね。まあ、そんなことありながら撮影が進んでったんですよね。でその最後のそのシーンなんですが、それって その殺人鬼の男がですね、最後ジープでバーッと死んながらその原生林の中でバーンとジープあの突っ込んでいくんですよというのは、埋めて逃げてはくるんですが女の怨霊に追われて最後、グーッとジープの後ろから女がこう手を伸ばして、しがみついてくるシーンなんですよねうわーっと、ガーッとジープが突っ込むで、体がバーンと飛ばされてちょうどの原生林のつるかないから首ーンと引っ掛か,かるんですねそれで、これにはね、象徴的に毎回 悪魔の人形が出るんですよ人形といってもちょうど琴井ぐらいの大きさで羽でできてるんですよ不気味な人形それがちょうどこうプラーンとぶら下がってるんですが同じような形でその彼がバーンとこうぶら下がるこれダブるんですよねそういうシーンなんですよでまあそれ撮り終えてで朝になったんですよね撮ってるうちにうっすら明るくなってきた「あーもうすべてこれ旅が終わったね」って言うんで。 ちょっとその原生林から出ると山の道があるんでその山道でもってみんなテーブル出したんですよ。それでビール飲んだんだ。まあお疲れやってるところでご年配の、ね、ご夫婦が来たんです山歩きしてたんで,ですね早い時間から歩くんだなと思ったんですが撮影で使、えー、ったらええたら「あ稲川さ,、はい、さん」とかはい」って稲川さん今ねあなたいらっしゃるその木ねええー、後ろのその木だけどってええー、ってほらあのそこ切った跡があるでしょ」って言うんですよ。枝がこう切られてるんですよね。ほうほうって これね、一月前なんだけどこの枝からね人が首吊ってぶら下がってたんですよって言うんですよ。うわこんなことってあるんだなと思ってねで実はこれには、ね、もう一つ話があるんですよ。実はこの要するにあの殺人鬼の役なんですが私が親しくしているあの友人がいてでその人も実はあの妙な形で亡くなってしまって、まあ、その話もあるんですが、まあ、その関係で。 ララジオのドラマがあったんですねでご一緒したこのアクションスターですが M さんって方がいる前からまあドってはいたんですがねでとてもまあ親密にあれこれと、あのー、話をしたりねするようになったんですよそんな時にこの人の舞台があったんで私舞台行きましたそれからあることがあって私あの杉並の方へ病院なんですがね顔出したんですよだその時にも何かの話を持ってこの M さんのお店が近くにあるって話聞いたんですよでちょうど同じその杉並 その病院の近くなんですが、私の先輩にあたる方があのー、劇団があってその演出をしてるんで手伝ってくんないかってんで私行ったんですよね。でそういう時にその演出の付き手伝いをしているあの若い人がいて稲川さん実はこの近くに M さんの店があってって言うんですねよかったら行きませんかって言うんですよ。彼はもちろん私とその M さんの付き合い知らないわけですよ。大体この彼と会ったら話入れてなってのその時にね。 なのになぜか私に「M さんの店行きませんか?」って私に言ったんですよ。ああそう。不思議なんですよね。やたらとね、M さんが出てくるんですよ、私の周りで。あ実はね、M さんがね、そういうタイプの人じゃないんですよね。やたらと話が出るなと思った。うん、で、私、実はあの、この役は絶対 M さんだろうからと思ったんで、マネージャーさんに電話を入れたんですよね。やってほしいから、この役を。そうしましたらね、この人が、そうですか、あの稲賀さんだから申し上げるんですがね、実は彼今、 ある問題を抱えててましてねおそらくきっと稲川さんのそのお仕事を受けてるとご迷惑がかかるんじゃないかと思いますんで他でしたらはねそうではないんですが稲川さんですから申し上げますが「彼お辞めになった方がいいですよ」って言ったんですよ。珍しい。だってマネージャーがですよ自分のタレントを出てほしいって言ったらば使わない方がいいって言う人はめったにいない。ただこのマネージャーは非常に真面目な人なんですよ。 この人が言ううかからきっとなんかあっっととあたたんんだろうなと思ったんですよねでも私は諦めてなかったんだ。で諦めてなくて自分のその茨城県にある工房で最後の仕上げしてたんですよ。この脚本の。夜夜中なんですがねもううちの辺りって、まあ、別荘いくつかあるんですがね早い時間にお年寄りが多いもんですからね皆さんすぐに休んでしまって真っ暗なんですよ。で明かりがあまりないし。でガラス張りになっていてうち一番高台ですからね。 でで机に向かってて仕事をしてたんですねふーっと考えると夜の闇があって遠く向こうに海が見えてるんですよ。と夜中もあった頃かなキンカーンってチャイム鳴ったんですよね。あれこんなん夜中ですからねましては私のところでチャイム鳴らす人ってまずいないですよね。えー、誰だろうと思ったの。どれってドア開けたら誰もいないんですよ。あれ これ誰かかふざけてんのかなと思ったで一旦出て周り見たんですが誰もいないんですよね。私の工房には塀がないし坂を上りきったてっぺんですが周りみんな見えるんですがね自転車も車もオートバイも人もいないんですよ。動き落としますからね。なんでなったんだろう。これ壊れてんのかなと思ってでまた部屋へ戻って帰ってたんですよね。40分ぐらいしてからかな。 キンカーン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 ,ン,カーン鳴り通すんですずっとやってる絶対誰かやってるんだいたずらだわうわーっと思ったんでタッタタタしてた相手がってるんですよキンカーンキンカーンキンカ,ーン,キン,カーン,バーンっカンてかけてて誰もいないんですよ月明かりがね辺りを青く照らしてるだけシーンとしてるオートバイも自転車も車も何にもないし音もしない 人の姿もない外へ出てって私ね闇に向かって「誰!」っつったんですよ。言いながらちょっとドキッとしましたけどね。だって今絶対にあれ誰かが押してたんだ。あんなの自然になるわけがないんでさすがに気分悪かったんですがね。で部屋に戻ってった。でまあもう休もうと思って横になったんですよね。で朝もう早くに目が覚めるんですがね。っって思った一緒に行っている 私のあの現場のマネーージャーなんんででですすが玄関でなんかやってるんですよどうした?」って聞いたら「いやあのー、これチャイムがずーっと壊れたまんまになったんで今それを取り替えるところだ」ってから「<laughs> チャイムいやこれ鳴るよ」って言ったら「いや鳴りません」って「いや鳴ったよ」って「いやこれ壊れてますから」って「うっそだ昨日鳴ったんだよ」って言って押したら「鳴 <laughs> らないんですよね」そただそこにちょうど車がついてうちのチームマネージャーなんですかね私ニックネーム座長って言うんですか座長」って言うんですよ「なんか顔色悪いんだ何?」って言ったら「あのー、座長 M さん 亡くなりました亡くなったこっちはほって役やってもらおうと思ってましたからね亡くなったって言うと「何?」言ったら「いや亡くなったんですいつ?」いや昨日っていうのはもう今日ですかね」ですよおそらくきっと午前1時から2時ぐらいの間ご自分の店で首を吊って亡くなりましたって言うんですよ自殺なんですよねその時間私がちょうど書いてたのはこの M さんが その原生林でね首をつって亡くなるそのシーンだったんですよねいや本当にねずーっと話が続いてましたね「赤い反転機にせましょうか」<laughs> これだこれだこれだ。<laughs> こ<な> <laughs> 変だな、変だな、変だな。だないるんだろうだおい,おい